姫様。 作ろうかな。
どれを使おう。どれを使おう
おう、どれを使おう。これ、よし、できた。わあ、新しい特性ができちゃったよ。何を作ろうか。これでオッケー。よし、できた。わあ、新しい特性ができちゃったよ。
ろうかな。
OK? よし、できた！うわ、新しい特性ができちゃったよ。レベルアップ。何を作ろうかな。
よ。ご縁をお願いしよう。任せときな。
いつでも来てくんな。こいつでいいんだな。よっしゃ、任せときな。
おう。よく来たな。これでいいんだな。何を作ろうかな。どれを使おう。Thank you.
らっしゃいませ。これでいい、これでな、こいつでいいんだよ。久々に師匠と一緒の仕事か。緊張すんな。姫様の護衛がそんなことでどうする。平常心で構えろ。トトリ先生にあの二人なら絶対安心だよって言われたんですけど、久々にっていうことは実はあんまりご一緒にお仕事はされてないんですか。まあ言ってしまえばそういうことになりますが、どうぞご安心を。こういうのはさ、コンビを組んだ回数とかじゃないんだよ。ま、いつものように任せといてくれって。お前は少し調子に乗りすぎだ。気を引き締めてかかれよ。だから大丈夫だってば。ま、気をつけてやりますって。あららら、意外です。師匠の前だとさすがのジーナさんもずいぶん素直になるんですね。おいおい、まるで俺がいつも人の言うこと聞かないみたいな言い方だな。自分じゃだいぶ落ち着いたつもりなんだぜ。前からちょっと不思議に思ってたんですけど、ステルクさんとジーノさんってどうやって師匠と弟子になったんですか。あんまり師弟関係っぽく見えないっていうか、そもそもステルクさんは王国好きの騎士で、ジーノさんは冒険者。あんまり接点ないように思うんですけど。話せば長くなるのですが、まあ成り行きで駆け出しの頃面倒を見ていたことがありまして、才能はあるのですが騎士としての自覚が決定的に欠けておりまして、冒険者に甘んじているというわけです。いや、俺騎士志望じゃないしさ、師匠もいい加減付き合い長いんですから、そろそろ分かってくれよ。なん
り師匠と弟子って感じがしないな。それを言ったらメルルとトドリだって全然師匠と弟子っぽく見えないぜ。そんなことないですよ。私トドリ先生のことすごく尊敬してますもん。見ろ、さすがにメルル姫は分かっていらっしゃる。お前に足りないのは敬意だ、敬意。俺師匠のこと尊敬してないなんて言ってないだろ。っていうかなんでいきなり俺だけお説教食らう流れになってるわけ。まったく不肖の弟子で相すみませんが、これからも厳しく鍛えてまいりますから。こうなったら意地でも聞かねえからな。もう慣れっこだけどよ。そういうところは同じなんですね。やっぱり師匠と弟子ってどこか似ているところがあるのかな。それじゃあどこに行こうか。これだけ武器があればリザードが攻めてきても押し返せるよね。砦の守りはこれでよし。でもこれで満足しちゃダメだよね。次は、そうだ、リザードくらい簡単に倒せるように私自身が強くならなくちゃ。だとするとやっぱりどこかな。誰かいいお師匠様はいないかな。本部はない、団員もいない。楽ではないと覚悟はしていたが、これほど難航するとは。うわぁ、ステルクさん、この間のことだいぶ気にしてるみたい。よし、ステルクさん、ちょっといいですか。メルル姫、これは失礼いたしました。少し考え事をしていたもので。そのことなんですけど、どうしても騎士団が必要なんでしょうか。メルル姫までそのようなことをおっしゃるとは、なんと嘆かわしい。ごめんなさい。でもちょっと落ち着いて聞いてくださいね。私いつもこうやってステルクさんに守ってもらってるし、騎士団がなくてもステルクさんが立派な騎士様だっていうことは私がよく知ってます。それじゃあダメですか。それはもったいないお言葉ですが、やはり
く言えないんですけど、重要なのは形じゃないっていうか、心の持ち方？そういうのが大切だと思うんです。心の持ち方、なるほど。確かに姫様のおっしゃる通りかもしれない。私が再びこうして騎士道を掲げたのは何のためだったのか。そう、私のことを頼りにしてくれる方をお守りしたい、その一心からではなかったか。その方は今目の前にいる。この方を守る騎士として、それで十分ではないか。姫様の言葉で目が覚めました。私はどうも騎士の本質を忘れてしまっていたようです。ステルクさん、分かってくれたんですね。たとえ団員がいなかろうと、本拠地がなかろうと、そんなことは問題ではなかった。たった一人でも騎士は騎士。私はこれからもあなたのためにこの剣を振るいましょう。よかった、ステルクさんが元気になってくれて。ちょっと心配してたんです。私がお守りしなければいけない方に逆にご心配をかけてしまうとは、申し訳ありませんでした。謝ることなんかないですよ。これからもよろしくお願いしますね。それじゃあ町に帰りましょう。そうしましょう。さて、戻ったらまた騎士団員の勧誘を続けねば。え？その話は今ので終わったんじゃ、まだ続けるんですか？そういうわけにはいきません。今の私と同じ志のある仲間がいるのであれば、それを拒む理由は騎士にはないですから。そういうものですか。まあ元気になってくれたし。それじゃあどこに行こうか。この一撃に
手をかける。アルケンビンド。メルル姫、お怪我はありませんでしたか。まだまだ最強には届かんな。それじゃあどこに行こうか。最強には届かんな。メルル姫、お怪我はありませんでしたか。
いざ参る。これが効くはず。かかってきな。私は倒せんぞ。こりゃちょっとやばいかもな。この程度では私は倒せんぞ。こりゃちょっとやばいかもな。この程度では私は倒せんぞ。こりゃちょっとやばいかもな。この程度では私は倒せんぞ。やっ、こりゃちょっとやばいかもな。この程度では私は倒せんぞ。この程度では私は倒せんぞ。かかってきな。この程度では私は倒せんぞ。我が騎士道を不滅。私は倒せんぞ。真の騎士の太刀、受けてみよう。行くぞ。メルル姫、お怪我はありませんでしたか。よし、レベルアップ。まだまだ最強には届かんな。
かってきなさい。こりゃちょっとやばいかもな。そらよ、そらよ。この一撃に全てをかける。ハルケンビンド。メルル姫、お怪我はありませんでしたか。よっしゃ、また強くなったぜ。メルル姫、今が勝機です。えい、くらいな。行くぞ。せーの、えい。俺も続くぜ。援護しろ。今がチャンス。見たか、これが私の騎士道だ。よし、レベルアップ。まだまだ最強には届かんな。いざ参る。閃光よ、この身に落ちてる刃となれ。ディア、そうだよ、くらいな。俺の新しいとっておき見せてやるぜ。
行くぜ、とっておきのとっておきだ。そらそらそら、さてそろそろ決めるか。こいつが俺の切り札だ。一気に片付けてやるぜ。あばよ、楽しかったぜ。よし、俺の勝ちだな。最強には届かんな。よっしゃ、チャンスだぜ。行くぞ、我が力よ、不死鳥となる。全ての敵を投げ払え。メルル姫、お怪我はありませんでしたか？いざ参る。行くぞ行くぞ。メルル姫、お怪我はありませんでしたか？よっしゃ、また強くなったぜ。私の代わりに、私の代わりに、カンナディオ、行くぞ。私の騎士道の完成する。出よう、私が代わりに、カンナ、この技、
私の騎士道は完成する。俺のとっておき行くぜ。私が代わりに効かんな。この技、私の騎士道は完成する。死の誇りにかけ行くぞ。稲妻となって全ての敵を打ち砕く。これが私の正義の形だ。まだ最強には届かんな。よっしゃ、また強くなったぜ。ついてください。当然ですが、すでに私の方にも報告は入っております。事象には必ず理由があります。今まで休止状態だった火山が急に活動を開始した。その理由は一つです。おそらく
火山の化身が目を覚ましたのでしょう。私の懸念が現実となってしまいました。火山の化身って、アールズの地震はそいつが起こしてたっていうの？全てがそうとは言い切れませんが、大半の地震との関係性がすでに証明されています。古い文献にこんな記述が残っています。火山の化身が目覚める頃、地震は数と強さを増し、ベルス山の噴煙が上がると。さらに噴火とともに完全なる覚醒を迎え、火山の化身は全てを荒野に変えるまで眠りにつくことがない。それって、火山が噴火しちゃったら、せっかく開拓したあそこも元通りに戻っちゃうってこと？それだけで済めばまだいいですが、場合によってはこのアールズを含めたより広い範囲に被害が及ぶかもしれません。そんな、どうにかする方法ってないの？ご安心ください。私の推論に過ぎませんが、限りなく事実に近い過程として、火山の化身が覚醒するにはまだ時間があるはずです。本来火山の化身は100年以上の周期で目覚めと眠りを繰り返すのですが、この前の覚醒はたった十数年前の出来事なのですから。え？そんな話聞いたことなかったけど、生まれる前の話ってこと？私がまだ少年だった頃、目覚めの時を迎えた火山の化身を止めるための対策が講じられました。当初は二度と目覚めることのないように封印される手はずでしたが、結局は短い眠りにつかせるのが限界だったそうです。それってつまり、本当はこんな時に起きるはずじゃなかったってこと？それに誰がそんな危ないことを？それは情報不足でお答えできませんが、眠りが完全ではなかった分、すぐに覚醒するような状態でないことだけは確かです。本来であれば100年かけて目覚めの時を迎える過程が十数年で完結するはずはありません。問題はどの程度の誤差が生じるかですね。それが分からないから心配なんじゃない？なんだかいつものルーフェスじゃないみたい。そんなことも気づかないなんて。姫様にそんなことを指摘されるようでは、私の執事の職を辞すべきですかね。当然ですが、対策は考えてあります。私の方で収集した情報を集約して考察したところ、火山の化身は火山の熱量を吸収して覚醒するとの結論に達しました。つまり覚醒する前に火山の熱量を超える冷気で冷却することができれば、今度こそ永久に眠らせられるかもしれません。そんなことできるの？無理でしょうね。常識の範囲内で考えるのであれば。じゃあやり方が分かっても無理なら意味ないじゃない。どうしろって言うのよ。黙ってないでルーフェス。いつものルーフェスならどんな問題だって簡単に解決してくれるはずだよ。ちょっとちょっとメルルちゃん、少し落ち着きなよ。ほら深呼吸。ふぅ、考えてみようよ。私とメルルちゃん、そしてロロナ先生、私たちは一体何でしょう？何でしょうって、トトリ先生にロロナちゃんに、私は、私たちは錬金術師？そう、私たちは不可能を可能にする錬金術師だよ。そりゃ何でも自在にできるってわけじゃないけど、普通の常識じゃできないようなことが錬金術を使えばできるようになるって、私任せたはずだったのに。諦めたり他人に任せたりするのはちょっと早すぎるんじゃない？今こそエルルちゃんの腕の見せ所だよ。ミセスはそこまで分かってて、ごめんなさい。いつまでも頼ってばかりで。
できるんですか？あんな火山を止めるだなんて。メルルちゃん、ルーフェスさんのことまだ信用できないっていうの？どんな問題だって解決してくれるんでしょ？導き出した唯一の解決策は錬金術の力を使うことでした。こんな重要な案件を姫様に任せるかどうか悩みましたが、これまでの姫様の錬金術に対する姿勢と王族としての責務を果たすという誓いを思い出し決断させていただきました。わかった。どこまでできるかなんてわからないけど、自分が諦めちゃったら終わりだもんね。火山を何とかするもの、すっごく冷たいものを集めて何とかしてバーッと冷やせればいいんでしょ？いつもの姫様の調子が戻ってきましたね。常識を超えた効果が必要になりますが、要約するとそうなります。よし、悩んでいても仕方ない。すっごい霊気の道具私が作ってみせるよ。この国は火山になんか負けないんだから。何か知ってそうな人たちに話を聞いてみよう。冷たいものとか錬金術のこととか。先生、火山の化身を何とかする方法なんですけど、錬金術で思い当たる道具って何かありませんか？そうだね。聞いた話をまとめると、やっぱり霊気を扱う道具が効きそうだけど、一番よく使うのはレヘルンかな。材料次第で確かにすごい氷が出るけど、火山には試したことがないし。レヘルンってトトリ先生の図鑑にも載っている氷の爆弾のことですよね。確かに火山にも効きそうかも。多分レヘルンみたいに瞬間的な効果を発揮するタイプじゃなくて、持続性の高い冷却効果を広範囲にわたって維持するような。それだったら破壊力じゃなくて熱量を吸収する効果に重点を置いた拡散型の爆弾を作れば。トトリ先生、何言ってるのかさっぱりなんですけど。あ、ごめんごめん、ちょっとレシピのことを考え出したらつい没頭しちゃって。え、トトリ先生がレシピを作ってくれるんですか？任せてって言いたいところだけど、レシピを一から作るのってすごく時間がかかる作業なんだ。特に今回の道具は普通のものと使い方も扱い方も異なる特殊なタイプだから、時間がある時ならいいんだけどね。そうですね。今はできるだけ時間をかけずに何とかする方法を見つけないといけないですよね。何か参考にできるようなレシピがあればいいんだけど、
それがあるだけでかなり時間の短縮にはなるはずだから。レシピか、誰か知ってる人いないかな。この国には他に錬金術師なんていないし。とりあえず私の方でも使えそうな道具がないか調べておくから、メルルちゃんは情報を集めてきて。はい、わかりました。ありがとうございます。ねえねえ、ちょっと。いえ、ならんならん、ルーフェス。いかにお前の案とはいえ、そんなことをメルルにさせるのは許さんぞ。あ、お父様、なんだか怒ってるみたい。どうしたんだろう。ですが、デジエ様、すべての可能性について検証した結果、メルル様がこの問題を解決する適任と。お前がそう言うのであれば、その意見に間違いはないだろう。しかし、あれはこの国の後継ぎだ。一人しかいない後継ぎに、そんな危険な真似をさせるわけにはいかない。別の方法を探してくれ。それに、
錬金術師でなくてはならないというのなら、トトリさんがいるだろう。トトリさんにお願いできないのか。我が国の存亡に関わる問題を客員のトトリ様に委ねることなどできないことは、デジエ様が一番よくご存知のはずです。そんなことは分かっているんだ。それでも何とかならないのか。デジエ様が納得されるまで何度でも説明いたしましょう。この問題を解決する適任はメルル様です。メルル様はすでにそれだけの才と経験を積んでおられるのです。何よりメルル様がご自分の力で火山の化身を止めることができれば、アールズの地盤はより強固なものとして確立されます。そこまで考えているとは大したものだな。だが失敗したらどうするつもりだ。あれがどうなってもいいというのか。ちょっとちょっと、勝手に二人で盛り上がってるところ悪いけど、私どうにかなんてならないからね。メルル、お前勝手に入ってきて、今の話もずっと聞いていたのか。ちゃんと失礼しますって挨拶して入ってきたよ。それより私も火山のことで相談があったんだけど。なんだって？お前が自分で何とかするつもりなのか。本気でそう言っているのか。そうだよ、ルーフェスが錬金術の力を使えば火山の化身を何とかできるかもしれないって。いかん、ルーフェスに何を吹き込まれたのかは分からんが、そんな危険なことはさせんぞ。お父様が心配してくれるのは嬉しいけど、私もうそんな小さな子供じゃないし、自分のことは自分で決めるわ。それにこのまま放っておいたら、せっかく開拓した場所が台無しになっちゃうかもしれないんだし、そんなの絶対に嫌。本当に本気なんだな。錬金術で王族の責務を果たすといったお前の気持ちに偽りはないんだね。そんな大したものじゃないけど、やっぱり自分が頑張ってやってきたものがなくなるなんて嫌じゃない。それに国のみんなも悲しませたくない。私がアールズを開拓してみんなが喜んでくれるのが何より嬉しいんだ。だから火山も私が何とかしてみせる。ルーフェスが信じてくれたんだから、私にしかできないはずだもの。そこまで言うならもう何も言うまい。無理やり説得しようとしたところでお前が意固地になるだけなのも分かっている。ありがとうお父様。大丈夫だから私に任せて安心して待っててね。信じてよいのだな。あの時のような思いはもう二度としたくない。私は自分の推論を今まで一度も外したことはございません。もちろん今回も。それにメルル様は一人ではございませんから。